どうした？新たな歴史改変の反応があったのがその巻物じゃ。ナッパとベジータ、二人のサイヤ人が地球に来た時の歴史よ。今度はサイヤ人が二人、大変じゃのう地球も。ラディッツの時といい、最近歴史改変が続くのう。気をつけるんじゃぞ。また雑魚が一匹増えるものだ。俺たちに好きな人につけるんだ。まさかあいつらと同じサイヤ人か。何か事情があるのか。さあ誰だっていい。悟空が帰ってくるまであいつを食い止めるぞ。動けないか。遊んでやっているだけだ、バカ。じっくり一匹ずつ潰してやる。やつしかない。孫悟空だ。でも、なんだかおかしくない？だから近づいてくる気配がないぞ。それに、悟空のそばにいるこの邪悪な木は。なんてパワーだ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。お前の戦いぶりはたっぷり見せてやる。お前、俺と一緒に来る気はないから。宇宙を気ままにさすらって好きな星をぶっ壊し、ないのもっていううまい酒飲みよ。こんな楽しい生活はないぞ。俺たちは生き残ったサイヤ人を悪くない。仲良くしようよ。誘惑に乗ってはいかんぞ。おやつの気は邪悪そのものじゃ。そのつもりはない。あらばしねえ。普通どういうわけだ。俺らにそっくりだ。俺とカタロットが見てるのに見るやん。俺が使い捨ての架空戦士はタイプが少ないからな。いやいや、地球戦士で終わりやし。すごい。ひざまずかした。聞こえますか？今、そちらに俺のパートナーが向かっています。タレスは、侮れない相手です。力を合わせて倒してください。ま
まあ今回はこんなところか。追ってください。ひえー、なんてパワーだ。お前ってやつは消えた。なんだったんだあいつは。あ、のんびり考えてる暇ねえ。早くご飯たちのとこに行かねえと。おめえが何もんか知らねえけど、ありがとな。助かったぞ。さっき向こうででかい木がまた一つ消えた。急がねえと。おめえも来てくれっか。クリリンもゴハも離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。わかった。ゴハ、俺たちは行くぞ。お父さん、ついに現れたな。わざわざ何しに来やがる。カカロットだ。まさかその俺たちを倒すためなどのくだらん条件に言ったんじゃないか。お命ちょうだい。トウ天津飯ヤムちゃん、舐めるな。神様、戦闘力はどんどん上がってやがる。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。こうなったら大猿に変身してぶっ潰してやる。なんだ、はじけて戻れ。
そんな。形勢逆転だぜ。これで貴様らはもう終わりだ。行くぞ。はい。あいつ、おざるになってやがるなんて。だが、奴の尻尾を切れば元に戻る。
ごはん。あいつ飛行機だ。はい。おは。おめでとう。貴様を受けるのはあのチビたちに任せればよかろう。お前は小山の力を作るんだ。くそ。こいつ強いなんてもんじゃないぜ。せめて父親の隣で死なせてやろう。俺は優しいんだ。お前なんかに負けるもんか。所詮貴様らがこの俺に戦いを挑んだのが間違いだったのだ。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。おかえり。ああ、ご苦労じゃったな。おかえりなさい。あなたたちもお帰り。はい、ただいま戻りました。すみません、取り逃がしてしまいました。仕方ないわよ、そう簡単に捕まる奴らなら苦労しないわ。ほら、お前はその前に自己紹介せんか。あ、はい、はじめまして。俺はトランクス、俺はタイムパトロールの責任者。この人は俺のパートナーです。今まで巻物を使った特別任務は、最近また急に歴史の改変が起きるようになって手が足りなくなってしまったので、老海恩神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてます。こらよせ、調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。お前なんかまだまだじゃからな。そんなことないわよね、頑張ってくれてるもの。
甘やかすな。でだ、歴史の修正はなんとかなったが、ずいぶんおかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずのやつが出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口は間違いありません。今俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいる奴らとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る悪の科学者トワと、彼女が作り出した人造人間。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが、貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺はキス、あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。つけ上がるな。よそや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。その神聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。これでカカロットのやつ。それじゃあとは頼んだわよ。ふん、どうだかな。あんなやつらさっさと洗脳してしまえばいいだろう。いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても。あ、それにちゃんと手も打ってあるわ。